お疲れ様です、鈴木です。えー、この番組はですね、自由とアイデアで、あ、違う違う、またまた違った。えー、クリエイティブとアイデアで自由な暮らしをなんとか手に入れていこうっていう、そういった番組でございます。えプロデューサーの鈴木宏です。今日ちょっと立って、立ってやってみてます。えっ、ー、とですね、今日のテーマは、えっ、ー、と、ちょっと40歳の壁っていうので、しばらくやってきてたんですけど、ちょっと一段落ついて、あのー、あれなんですよ。先週の水曜日から、 a new thing, a day っていう、とにかく毎日、一日一つ新しいことを始めようっていうのを始めたんでございます。でこちらね、一日一新っていうね、あの、有名なね、ビジネス作家のね、井上さんの提唱する概念があるんですけど、もうず、もう何年も前からその概念そのものは知っていて、でもその、毎日新しいことをやるって、あの、結構大変そうじゃないですか。なので、あの、それ始めたら、 なんかやめられないしそう簡単にはそうやすやすとね始めらんないなと思ってずっと尻込みしてたんですよでもなんかそろそろやってもいいかもみたいな9月で、ね、なんか季節も変わるしあのなんかいいんじゃないかと思って早速始めてみたっていう話をしたいと思いますでさ、えー、とやようやくね早速じゃないよねようやく始めてみたんですけどえっ、ー、と一日1日っていうかあの割と新しいものを あのー、やったり買ったりするのは好きなんで、あの、新しいことをちょこちょこやるのは簡単なんですよ。あ簡単、簡単かどうかはまだわかんないですけど、ちょっとこの数日やってみた感じ、あのー、なんか新しいことをやるっていうのは、まあちょこちょこやってるなという感触でした。で、ただ、ちょっとやってみて思ったんですけど、新しいことをやる、やりやすい日ってのがあるんですよ。例えばどこか新しいとこに出かけたりすると、全部新しいんで、 新しいことはたくさんあるんですよね。一方で、あの、なんかこう、例えばじゃあ、一日家にいる日みたいな時は、あの、新しいことはやりにくいわけですよ。で、そうなんですけど、えっ、ー、と、昨日はいっぱいやったけど、今日は少ないみたいなことで、あの、それをね、こうね、バランスできればね、いいんですけど、あの、新しいことはやれる日にはいっぱいあって、えっ、ー、と、何にもない日はひねり出さなきゃいけないっていうので、 その楽さがあって、あの、それが大変だっていうことが分かったんで、コンスタントに新しいことをやるためには、まあ、この、えっ、ー、と、一日にまとめてとかじゃなくて一週間分ね、コンスタントに新しいことを、えっ、ー、と、毎日の暮らしの中に取り込んでいかなきゃいけないっていうことで、これはそのどこか新しいところに出かければいいっていうだけじゃないんだなと思って、えっ、ー、と、毎日の中で、えー、と日常の、えー、と中でも何か新しいものを取り組むっていう多分ルーティンが必要だし、 時々どっかに出かけるみたいなことも必要だし、なんかちょっともうちょっと、その生活そのものを考え直さなきゃいけないっていうことで、それほど難しいものなんだなと思って、で、まあちょっとは、まあ始めてみたわけですよ。で、それでやってみて、あの、あなるほど、そういうとこなのかと思った、この現段階での気づきを共有すると、あの、一つは消費行動の見直しってことなんだなと、お、わかりました。あの、なんかその、 こんなものにお金を使っているっていうことを、えっ、ー、と、見直すっていう、いうことと、あの、そこから何か気づきがあった時に、えっ、ー、と、それをなんか自分だけで終わらせないで皆さんに共有しようっていう、あの、そういった、あの、お金を使って何かを消費するっていうことの、 をえー、ともうちょっと能動的かつ、えー、と終わったあに分析しようっていうそういうことなんだなと思ったのが一つとあともう一つはその先ほど言った、えー、と毎日っていう中に繰り返しできるようなルーティンとして組み込んでいくっていうことの大切さっていうことが二、えー、つ目ツボとして、あのー、よくわかりましたっていうのとあと三つ目は、えー、と消費行動だけじゃなくてこう あの、何も買い物しない日っていうのもあるわけですよ。で、そういった日にも、えっ、ー、と、新しいことっていうのはお金を使ったり、えっ、ー、と、どっかに行ったり買ったりっていうことしか、あの、ないと思ってたんですけど、どこにも行かない日はそれができないじゃないですか。でもそういった中で、じゃあ何か新しいものを作ってみようとか、例えば料理。この間、その、たまたまね、ゆずを取ってきたからね、それでね、炭酸水を作ったんですよ。その動画が結構ね、おかげさまですごい再生数が伸びてます。ありがとうございます。 なんかあんまりその自分で料理をね、ちょっとしたこと、料理に入んないですけど、でもそういうのを作ったりするの好きなんですけど、あんまりコンテンツにするってことは考えてなかったんだけど、あ、そうやって、なんかその、えっと、お金を使うことじゃなくて、なんかその、なんかを作ってみるみたいなチャレンジは、ものがなくても、どこでも行かなくてもできるんだけど、そういう取り組みっていうのも、あの、 ええと、その、毎日新しいことをやるってことは工夫でできるんだなと思って、まあ、目からウロコでしたっていうのが、まあ、この、ちょっとね、えー、数日間やってみたところでの、えー、現在を、進行、現在進行形で報告しておいて、またね、これをね、1ヶ月、3ヶ月と続けてみてね、振り返ってみたいと思います。とか言ってね、10日で大変すぎてやめちゃうかもしれませんけど、でもちょっとショート動画でね、アップしてるんで、ぜひ見てみてください。はい。また明日、YouTube でお会いしましょう。